に連れて行く途中で死んじゃったって。ねえ、ここ怖すぎだろ、ここは。気になるよ。あ、10時になったらこんな真っ暗なとこ、ありがとうございます。暗すぎじゃない？怪しいものですね。あんまその水美味しくなかった。こっちの自販機の方が安いじゃんって、こっちしかあんま美味しくねえのかって。そう。あ、どれだろう。ここを引っ掛けてるみたいな。パチンコができたことによってエヴァをなんか俺全部知ってるぜみたいなアピールしてくるやつがなかった、うんうん、いるじゃん。でなんかさあ、これ AT フィールドゲー典型とか言ってくるやついるじゃん。ぶっ殺したくなってきたお前何言ってんのと思って。なんかポッポーって言ってるよ。ほらポッポーポッポー、ほら喜んでるよ。なんかじゃ、いやこれ絶対、あ出た、うわ元気ですか、お前。尻尾超無駄に、あ、涼しいな、お前尻尾それ。いい感じ。元気なんだね、よかったね。何元気だから何？いやいや、元気なんですか、思うけど。猫ちゃん、運転席行ったら捕まるだけだから。え、何元気だから何？あの、シコシコというもの。あの、チーって言って。え、まだ出ないでしょ。終わった途端にね、舐めてくれて、こっち終わったです、かんわいいよって。だからちゃんと決められるとこでやってるから褒めてって言ってんだよ。あれ多分褒めてあげた方がいいよ、ちゃんと学習してるから。そういうことか。うん、だってあそこもともとちゃんと私がしつけして教えた場所なんだ、あそこトイレ。ここだからトイレシートあそこかけてあるから。これギアだ。ここでさ、そういうなんかこのゲーセンで金色のコルダっていうゲームを取れて、そこ売ったんだよ、このやんのやつで、10円だった嘘でしょと思った。懐かしいね。いやいやいや、やっぱここの道が一番いいわ。快適ですよ、田村十字路。ちょっと現状は通らなくていいよって方だね。怖い怖い怖い。ハラハラするよね。そんな頑張んなくていいんだけどな。いいね、夜。夜通んのもいいの。だからその朝おしっこちゃんとした場所でやったら褒めてあげる。なんかね、慣れてくるとね、飼い主さんってそう褒めるっていうのを忘れちゃうんだよね。でも犬ってその一度褒めてもらったことって覚えてるし、褒めてもらえなくなったことによってお粗相することもあるから。出た、鬼キャンキャン。通りで低いと思ったら僕の車は鬼キャンキャン。いやだろ、お前鬼キャン嫌いなの。何も怒ってんの、おめえ。鬼キャンキャン違うよ、どこ見て吠えてんの。いや、鬼キャンの音だから急に怒りだしたお前鬼キャン嫌いか。一徹だって。あの音がダメなんだ、なんか。うまそうだけど、どうやったらいいんだろうな隣の人、ほら、よかったね。よかったね。よかったね。ほんとほら。お前人気者だな、ずるいな。うちが手振ってる、今。はっしゃっていいよね。絶対、相手の助手席のところの人が笑ってた。声が規制が上がった、歓声上がったぞ。ちょっといいね、楽しい。
犬って強いな、うん、いやなんかふって気づいたら隣に泊まったお姉さんがさ、うちの犬見て手振ってたからさ、うん、ポップじっと見てたけど振ることないじゃん、うん、だからちょっと私があえて手こうやって振ったらキャーって歓声上がったそれで歓声上がったんだよ、さっきキャーってなったでしょ。スリーだポップあれ、なんか あそこと同じだね、あのさ、なんだっけ、小丸峠行った時に男の子たち見たじゃん、敬礼してたもんあの時もうち同じことやったじゃん、ポップの手こうやった、そしたらみんなかわいいって言い出したじゃん、すげえ強いな、褒めて、けいちゃん僕チンチンかゆくなっちゃった。まあでもこんな身のりやすさかわいいわな、これこんなそれニコニコしちゃう、私も見ちゃうもん、犬とかいたら。ねえねえ、俺チンチンかゆいんだけど、どうしよう、けいちゃん、ねえねえ、やっぱいいや。何が？今日はつばぎない行きましょう。ダメ？いや、行ってもいいよ、別に。あ、行きませんって、今行けませんって聞こえた。あー、やばい、やってしまったいいよ、やんなくて、恥ずかしい、ダメダメダメ、いらない、しまった、そういうことしなくていいの、あのおかしいです、かわいいよ、隣の車違うよね、あれはもう違う、もう多分左曲がっちゃったよね。あ、ほんと？ちょっと見てなかった、後ろいないもん。あ、いなくなっちゃった、うん本当多分ね、平塚のね、イケイケなご家族なのかもしれない、うん、家族かわかんない、カップルには見えたけど、ああ、若そうなカップル、結婚するよ、いや、いいよ、それ結婚するよ、ああいうノリの人たちは多分いい人たちで、間違いなく、ね、これちょっと面白かったな、うちの犬手振っただけであんな歓声来ると思わなかったよ。これ、安倍ケツに見えるよ、つかつかまんじゃん、これな、うわー、謎にうちもそういうノリいいからついやっちゃうんだよね、うん、これ怖いよね、やっぱ仕事が仕事だから、そういう仕事だからそういうノリになるよねって。俺ね、俺クールになっちゃうよ、仕事柄そういう仕事してるから余計にやれるんだよ、うちは、うん、いいでしょこれ、うんうん、この間もさ、ちっちゃいさ子供、うんうん、ずっとお辞儀してきてて可愛かったよ、うんうん、興味ねって、嘘だよ、ケイちゃんはその反応しろとお辞儀ってどこにしてくんだよ、子供がありがとうってこうお辞儀するからうちがあーいいってお辞儀したら、何のしたらまた子供がお辞儀してきて、ずっとお辞儀のエンドレスなっつって、横でお父さんがすごい笑ってた。あの、僕ちょっとあのね、一株売ってきたんですか思うけど、だから何、あの、シコシコをダメよ、お前は、まずそれ、あんな、まず来る、怒られるからダメよ、うん、恥ずかしいんだよ。じゃあ、椿から行くか、どうしようかな、椿行く、今は幕山登るでしょ、幕山登るでしょ、大丈夫、これ、クマに遭遇するとか、そう、行かない行かない、さすがに行かない、ちょっと山深すぎんな、まあ、行くに、ナイトハイクするよ、無理無理無理、行かない、絶対行かない、しびっちゃうよ、150% がね、天覧山みたいな場所だったらまだいいけど、夜とかでも嫌ですよ、あんなもんね、幕山夜中行くって絶対誰もいねえよ、マジでやばいと思う、マジ で遭遇すると思うぞ、熊にあそこはいるから、やだよ、月の雨は怖いよ、ヒグマいるかもしれないけど、ヒグマ食うもんな、食われた人いるもんな、プロ でプロが食われんだよ、5月は結構あれだよ、神奈川のさ山、うん、多いって、あ、目撃情報多いし、あの畑野のさ、なんだっけ、名古木だっけ、なんだっけ、名古木、いや、うちがよく登山道で使ってる道のところとか、あの辺、うん、うん、結構目撃情報多いよ、うん、いや、なんかララポートって何、これ無駄な電気使ってるの、駐車場ずっと使えるの、消せよな、いや、なんかやってんじゃん、飯やってんじゃん、やってるよな、こんな時間、もう23時やってるわけない、なんでだろう、いや、これでも入れるらしい、カラオケとかあんじゃない、あ、ラウンドワンがあった、ラウンドワンか、なるほど、そうだ、ララポートの前、あの、ダイバーシティを思い出すかも、ああいう感じだ、そうそうそう、24時間なのかもしれない、あ、24時間か、カラオケあるか、だからね、いやー、そういう元気ないね、うん、
この先事故多発地点です。注意してください。最近あそこの登山もう危ねえなと思って、まあ、あそこにもまたお巡りさんがいる。なんかあれ事件じゃないの本当に。パトカーまであって、いやパトカーってその隣の車止めさせてて、なんか開けてたじゃん、うん、横うろうろしてたけど、なんかあったのね。故障したのかね、車が故障したのか、やばいもん密輸入入ってるからそれで